よろしくお願いします。チョヨンゴと申します。ウェブエンジニアロリアレルプログラミングという題名で発表させていただきます。はい、よいしょ、自己紹介です。チョヨンゴと言います。仕事はウェブでパールと JavaScript とかを書いてます。はい、今回の内容なんですけども、まず ARM アセンブリーのおすすめというのを話して、次にハードウェアのプログラミングって話してさらにローレベルに行こうって感じで、どんどんなんていうんですかね、掘っていく感じでマイニングしていこうかなと思います。ちょっと結構スライドが多いんでどんどん進むんですいません。まずですね、ウェブアプリ、僕が普段書いてるんですけど、 Perl、JavaScript、Ruby、HTML、CSS とかでやってるんですけど、まあ、生まれた時からライトウェイトランゲージが結構僕、まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、結構自然にあったなと思ってて、まあ、参考程度なんですけど、パールが1987年生まれなんですけど、僕も1987年生まれなんでほぼ同じ年なんで、もう本当に生まれた時があると言っても、まあ、完全に過言ではないという感じですね。で、 C 言語ってもうほとんど言語バインディング用にしか書いたことないなみたいなことが多くて、多いんですよ。で、あんまり使わないなっていう言語に僕としてはもうすでになり果てていてまあ一方でですよ、これは、結構前のヤプシーのなんか飲み会かなんかで言ってたんですけど、某スーパークリエイターがなんかドライバーのことが書いたよとか言ってて、なんなんだこの人って思ったんですね。僕としてはもうドライバーっていうのはメーカーが書くものでユーザーが書けるようなものじゃないっていうイメージがちょっと頭の中に先行しちゃったんで、あ、それって僕が書いてもいいんだっていう気づきがこの一言に詰まってたんですね。まあ、そういうわけで、すごい人は下から上まで全部できるな、これが技術力が高いっていうことなんだなっていうふうに僕の中では思ったんですね。で、まあ、これは僕の経験なんですけど、アセンブラー読めないし、なんか出てきたらとりあえず読まねえわみたいなとか、レジスタって何みたいな、あと教科書で一応コンピューターの仕組みみたいなのを学ぶと思うんですけど、ちょっとなんか現実にプログラミング LL でやっててもちょっとそれと一致しないというか、イメージがどこでメモリ触ってんのかなみたいなところがあると思うんですね。まあ、あとリンカって実際何するみたいなのが結構あったんですけど、まあ、そういう人にとって結構 ARM Linux でアセンブリを書くっていうのは結構おすすめかなと本気で思ってまして、まあ、なぜかというと、ARM ですね、 ARM がなぜいいかというと、 x86 に比べて命令数が非常に少ないんで、まあ、覚えることが非常に少ない。例えば命令がとにかく出てきてもそれを検索して、あ、これはこういう命令だっていうふうに理解するまでのスピードが速い。で、スマホとかだいたい ARM で動いてて、しかも Linux なんで、なんかあった時にもしかしたらスマホでそういう変なことをしたい時に便利かもしれないという目論みがあります。で、ラズベリーパイとかっていうのも、まあ後で言うんですけども、 ARM の Linux で動いてます。で、レジスタ名が非常に分かりやすいっていうのは、 R0 か R15 って32ビットのレジスタがあるだけなんで、じゃあ X86 だとなんかそれぞれ被ってるビット数が違うレジスタがいっぱいあったりするんで、すごいちょっと僕には理解できないで、 Linux 上で動かせばでは GDB でデバッグもできるんで非常にいい感じですね。で、 ARM が実際なくても QEMU とかでできるんで問題ないです。で、 ARM の基本的なアーキテクチャですけども、基本は32ビットの、要するに8バイトですね、の固定の命令帳になってます。 X86 とかは、可変帳の命令帳になってて、命令がどこから始まるのかっていうのはパッと見で分かんないんですけど、必ず ARM の場合はアライメントされてるんで分かりやすいです。で、演算は必ずレジスタが対象になってます。要するにメモリにあるデータを、演算したいときは必ずメモリからレジスタに読み出して、レジスタで演算をして書き戻すっていう操作が必要になります。これをロード&ストアアーキテクチャっていうらしいんですけど、まあ、こういうあまり命令数が少ない CPU だと、よくあるアーキテクチャらしいです。で、 ARM の特徴としてはほとんどの全ての命令に条件を設定できるっていうのがあって、まあ、要するに条件付きでジャンプするっていう命令はないんですよ。ただ比較して、さらにそれジャンプ命令っていうのがあるんで、ジャンプ命令に対して条件を設定して、なんか任意の条件を設定してジャンプするっていうことができるとか、あとはまあ加算自体も条件を設定できたりするみたいな感じですね。はい。で、Linux でやる場合、ABI っていうのを知る必要があって、アセンブリを書く場合ですね。ABI、アプリケーションバイナリーインターフェースっていうんですけど、バイナリーレベルで OS とアプリがどういうふうに通信するか、違うな、通信というか、まあ、やり取りするかっていうのを定めてるんです。スタックをどういうふうにするか、システムコールどう呼ぶかみたいなのを定めてます。で、ARM Linux の ABI っていうのは実は2つあって、これもややこしいんですけど、まあ、とにかく今回は EABI っていうのを使ってます。で、大体世の中のやつも ARM は組み込み Linux とかなんで EABI で動いてるんで、 EABI だけ覚えればいいかなって感じです。で、ちょっと書いてみたのが
エグジットするプログラマーなんですけど、これマイク大丈夫この投げで書けるんですけど、例えばこれどういうふうに読むかっていうと、レジスター0に、引数の0番目を入れるって非常に分かりやすいことなんですけど、0にエグジットステータス0を入れて、で R7 レジスター7に、システムコールの番号1がエグジットなので1を入れて SVC で適当なやつを入れると、これシステムコールが呼べるっていう超分かりやすい、全然気づかなかったっていう超便利な構造ですね。はい、まあ、見て分かる通りシステムコールっていうのは6個以上の7個以上の引数は渡せないっていう感じですね。はい、でオブジェクトアンプすると今書いたコードがそのまま命令に、なってベバイナリに2つ目のカラムですねになっていることが分かります。でこれは GDB でアセンブルで、デバッグも可能です。ただバンバンと押していけばどんどん実行される感じです。簡単です。ですごい簡単でいいんですけど、やっぱアセンブリーやるっつってもやっぱなんか目標がないとどうしようもないですよね。学習のやる気が出ないと。アセンブリー何を書くかなと思った時に、やっぱ僕はウェブエンジニアなんで何書くかって言ったらやっぱ最初にブログツールを書きたいわけですね、はい、何はとらないブログを書きたいと。で、まあ、とりあえず作ってみたら簡易ブログスタムです。あんまり難しいことはやっぱり技術力が低いんでできないんですけど、ディレクトリを、操作してテキストファイルが置いてあるんでテキストファイルから、読んできて HTML にして表示するだけです。まあ、ただそのパスで区切ってこのパーマリンクを作ったりっていう機能もありますっていうのが欲しいで作りたい道のり、ゲット演武。まず CGI をやりたいなら作らなくても必要ですね。パスインフォを取るにしてもクエリステリングを取るにしても必ず必要なんですけど、ゲット演武って実は僕はシステムコールになってると思ってたんですけどないんですよね。でどういう風になってるかっていうと、こういう風にプロセスイメージっていうのがあって、まあなんか上こういうこれが全体がメモリーの中にあるプログラムなんですけど、ここに入ってるんですね。ここにでここのスタックの一番下がスタックポインターになってて、スタックポインターから ARGC を読んで ARGC これ4バイトな、まあ4バイト、読んでその分今度 ARGV を読み飛ばしてやっと環境変数が取れるっていう、これアセンブリー書くと結構だるいんですけど、まあ、そういうことになってます。で、まあ、書きます。で次にディレクトリを読んだりする必要があるとか、まあ、あるんですけど、まあ、これはまあいいとして、であとメモリを実際に動的に確保する必要があるんですね。やっぱりファイルから読み込んだやつをどっかのメモリに置いとかないといけないんで、やっぱ動的なメモリを書くことが必要です。でその時使うのが SBRK っていうシステムコールと MMAP ってやつですね。でこれメモリに親しめるんですけど、親しんだ結果どうなるかというと、マロックの実装の違いっていうのが結構いろいろあるんですけど、それがあこういう違いがあったんだってちょっと分かるようになるんで面白いです。この部分ですね、今黒い部分のメモリを使いたいときにどうしても MMAP とか SBRK っていうのはこのプログラムブレイクっていうのを下にずれすっていう、システムコールで MMAP はこのノット歩けてっていうのがあったからどっかページを割り当ててくれるっていう、システムコールになってます。で、これをやらないと積分になります。で、まあ、そのマロックによってはその MMAP だけ使うやつもあったり SBRK を使うやつもあったりみたいな感じです。まあ、そういうのをいろいろやっていくとなんとできました。はい、まあ、動かそうじゃないんで、はい、まあ、とにかくできました。これあんまりすごくないんです。ただ痴漢してるだけなんでで得られたこととしてはこんな感じですね。まあいろんな親しみを得られたかなと。なんでまあはい、コンピューターには親しみが湧くんですごいおすすめです。結構思ってるより多分簡単だと思うんでぜひやってみてほしいです。とぜひねブログを作ってくださいまあこんな感じで青文字情報源があります。はい、第1部完よかったです、ちょっともうあと10分ぐらいしかないんですけどハードウェアプログラミング、昨今のコンピューターは外部インターフェースいろいろ書いてありますけど、とにかく USB とかサンダーボルトになってちょっと簡単にハードウェアアクセスするっていうのはできなくなってきたんですね。で突然のラズベリーパイ、スペックの低い安いパソコンですね。ちょっと午前中マコピーさんっていう人が発表してたんですけど、ちょっと被る部分もあります。で安いことが重要じゃないんですね実はね、まあ、安いことも大事なんですけど、やっぱここですね、はい、これです。ジェネラルパーポーズインプットアウトプットっていうねやつですね。ここです。これちょっとこれがね奪われていたインプットとアウトプットと言われるものですね。これです。はい、これです。はい、ここにこれは Linux 上のシステムでエコーハイスラシステムクラス GPIO GPIO23 のディレクションっていうところに書き込むと、なんと
ビーンと来るわけですね。はい、あ、これは取り戻したなと。これでファイルシステム経由で GPIO のりを変更できます。 0V と 3.3V をこう行き来できると。はい、超便利ですね。ただしちょっと あんまり電流を流せないんで電子回路の知識が必要になります。うん、この辺でググるといい感じです。もうラズベリーパイは1ピンで 16mAぐらいしか流れせないんで、赤の LED とかちょっとギリギリぐらいですね。でもっと簡単に楽しむにはもっと周辺機器のハードウェアプロトコルっていうのを知る必要があって、まあ、何が僕的にはおすすめかっていうと I2C ってやつですね。まあ、こういう風になってて、ここの SGA、SCL っていう2線でが信号線になってたグラウンドと、これはアースと、電源です。電源があるみたいな感じです。こういう風に複数の、端末が、デバイスが1個のバスにいっぱいぶら下がってるみたいなやつで、まあ、説明するといろいろめんどくさいんですけど、なんつうんですかね、オープンコレクターのワイヤードオアとかっていう感じになってて、そういうなんかハードウェアならではのプロトコルの作り方みたいなのがあって結構面白いんで、 I2C っていうプロトコル自体もおすすめなんですけど、まあ、これつなぐだけだったら電子回路の知識はいらないんで、まあ、こういうのがいろいろ使えるんですね。温度計とかいろいろあって、もうこれはこのほぼ完成品で売ってるんで、買ってきてつないでラズベリーパイとつないでちょっとファイルシステムか叩いてあげれば使えるって感じです。簡単です。はい、で I2C の使い方なんですけど、まあ Linux にドライバーが入ってればなんとハードウェアに組み込みであるんで LL が簡単にアクセス可能です。こんな感じですね。ファイルをオープンして IOCTL してみたいな感じです。で I2C デバイスっていう Ruby のライブラリを書きまして、これを使うと一部のライブラリ、デバイスについてはもう書いてあるんで非常に簡単に使えます。まあ、こんな感じで、そうですね、カルキュレート HPA ってやるとヘクトパスカルがなんと返ってくるっていうよくわかんない便利さ。はい、で I2C と GPIO を使えば結構いろいろ楽にできますと。その他のキーワード SPI とか書いてます。まあ、これは検索していただければ。ちょっとあんまり本当に時間がないんで、ところでですね、最近オルドリーヌ、これちょっと読み方わかんないですけど、アルドゥイーヌっていうのを聞くんですけど、これ何なのかと。ラズベリーパイとの違いを表にしてみました。あと CPU、ラズベリーパイは 32bit ARM なんですけど、オルドゥイーヌは 8bit の AVR みたいな感じでいろいろ書いてあるんですけど、まあ、要するにこうやって見るとオルドゥイーヌゴミみたいな感じなんですけど、マイコンって言ってちょっと結構そのいわゆるパソコンとはちょっと違う使い方をするんですね。まあ、ゴミみたいな感じなのは逆にメリットでもあって、例えば消費電力が少ないとか、もう本当に1個のプログラムしか動かさないんで CPU クロックを同期させたすごい厳密な処理をしたい場合はかえってこっちの方がいい場合もあります。で、オルドゥイーヌって実情的にはいい感じのマイクロモードと、開発環境とエコシステムって言えるんですけども、まあそういう感じですね。で、オルドゥイーヌのスケッチと言われるものは、C ライクな独自文法で書きますと。はい、あといろいろ出てます。でオルディーヌって入門にはいいんですけどちょっと高いなって僕は思ってて、あと僕は謎言語みたいなすごい嫌いなんで、まあオルディーヌの話はしませんと。ところでですね、ラズベリーパイとオルディーヌの違いで OS、 ここですね、ここが違うなと思っています。ラズベリーパイに OS って必要なのかなと。実はですね、 OS なしで動かすことベアメタルっていうらしくて、実は結構先人の人がラズベリーパイでやってますと。で、僕もやってみました。 OS レスで、ボード上で ActAVD っていうのを点滅させます。なんか適当にビルドスクリプトを書いたんでレイクインストールってやると勝手にできちゃうんですけど、こんな感じで書きます。なんかそんなに難しくないですよね。はい、はい、まあなんか GP セットみたいなのは GPIO の16番、これは LED がつないであるポートなんですけど、を、オンにしたりクリアしたりで、真ん中に入ってるのは、BG リープですね。スリープを書くっていうのは結構実はめんどくさくて BG リープでやってます。はい、次にですね、MRuby を OS なしで動かすっていうのは、これも先人でやってる人がいるんでいいんですけど、これ結構なんとなく熱いなと思ってやってみたんですね。 LL が直接ボードで動いてるっていうね、こんな感じでさっきと同じことをするんですけど、これはちなみにスリープもちゃんと実装してて、なんか GPIO のモジュールを MRuby レベルで僕自分で書いて、こういうふうに Ruby で書いて、で MRuby は、一回コンパイルして、なんか Ruby の MRuby のバイトコードになって、それを、一緒にコンパイルして C の、バイナリーにするみたいな感じになってます。実際に動かしてみると結構面白いんでおすすめです。結構 ARM
のアセンブリの知識はちょいちょい生きてきます。ただね、開発が結構大変で このような知識が必要です。はい、得られたこと、リラックスとカーネルにしたし、結構このスリープする部分のコードとかって普段気にしないと思うんですけど、実は結構めんどくさくて、リナックスカーネルどうなってるのかなっていうのを見てみると、あ、やっぱこのシステムコードじゃねえ、この命令使うんだアセンブリでみたいなのが結構わかるんですね。あ、しかもやっぱ ARM のバージョンによって違うっていうのが、対応しているものが近かったりするんで、あ、ちゃんと Linux って実装されてるんだなって当たり前ですけど思うとあとやっぱ OS のブートプロセスを要するに自分で書くのとほぼ一緒なので、まあ、このまま進んでいけば OS も作れるなぐらいの親しみは湧きますと。やっぱあとね、そのベアメタルでやると生で自分のコードが動いてて Linux とかもう関係ねえやみたいな感じでちょっと嬉しいですね。第2位まとめ、ラズイパイ面白いです。 I2C のモジュールとの組み合わせは非常に簡単なのでおすすめです。でハードウェアで入門に最適、 OS レスで動かすのをワクワク体験、よかった。はい、第2部完、第3部もっとローレベルになっていきたいと。はい、ラズベリーパイは確かに IO を開放したんですけども、まだ囚われているなと。ホストコンピューターというものか開放というテーマで第3部をやらせてみたい。オルデイノって、まあ、さっきもしたんですけど単体で動くんですね。別に、まあ、CPU と電源さえ電源があるんで、あ、 CPU があるんでそのボード単体で動くと、別に他の USB でつないだままにする必要はないんですけど、まあ、これ実は中身は AVR っていうワンチップマイコンになってて、電源があれば本当にこれも単体で完全に動きます。その中に、まあ、何か AVI って何かっていうと、ハーバードアーキテクチャっていう風なのを採用している、まあ、これマイコンだと非常に一般的なやつです。で SRAM メインメモリが入ってたり EEPROM っていって、要するにハードディスクの代わりになるような、記憶装置が入ってたり、クロックも入ってるんで、もう本当に1個あればそれだけで動くっていうやつです。こんな感じのやつですね。この一番左上の250円のやつがオルディーノでよく使われている AT メガ 328P っていうやつですね。はい、一番安いのはなんと50円ですね。50円、すごくないですか。50円で中身に全部コンピューターの仕組みが入ってるっていうの結構熱いなって思ってて、僕だけですか、まあいいかまあいろいろあって楽しいんで選びがいがあると。ただし初期費用としてライターにちょっとお金がかかります。これをまあでもこれ買っとけばほとんどの AVR に書き込めるんで、まあ逆に安いかなぐらいですね。 Mac でも全く問題なく書き込めます。で普通に C で開発可能で、可能なんですけども、コードサイズとかメモリはやっぱマイコンなんで結構厳しくて、厳しいです。でもまあ普通に開発できます。普通のエディターで開発できます。まあ VIM、うん、VIM が普通かどうか分かんないですけど、まあそういうので開発できますで、まあコンパイルして書き込んで動かすっていう、まあ よくある LL でもこういう感じで開発すると思うんですけどまあそういうレベルでできますと。でラズベリーパイと違って1ピン 40mAh ぐらいまで出力できるんで、はい、もう余裕で LED は光らせられますとLED、 はい、で I2C も装備してるんで、もしラズベリーパイと通信したいとかってなった時も非常に簡単にできます。まあこんな感じの構造ですね。まああんまりさっきのなんかベアメタルの構造感はないと思うんですけど、まあ、この DDRB っていうのに何か入れてポートの設定をして、ポート B の一番下をオンにしたりオフにしたり、このディレイ MS っていうのは同じく BG ループです。であとですね、ラズベリーパイには実は ADC っていうのが付いてなくて、まあ、ADC って何かっていうと電圧計ですね、ただの。でこれはアナログセンサー読みたいときに必要なんで、まあ、要するにアナログセンサー読みたいと思ったらラズベリーパイ単体ではできないので、必ず他の、まあ、オルディーノでもいいんですけど VI を使う必要がありますと。で初期に作ってもいたものとしてエレキーっていうのがあって、これはモールス、僕は最近モールスにはまってるんですけど、モールス符号を正確に映し出すという補助装置で、まあ、ちょっと見た方がいいと思うんですけど、見れるかな、あ、余計なのが入っちゃった。こうなんかパドルを動かしてモールス符号を自動的に作れるみたいな、正確に作れるみたいな感じですね。これちなみに打ったやつがパソコン側に表示されるみたいな感じになってます。まあどうでもいいですねとかいうのをちょっと作ってみました。でいくつか作ってて、オーソドックスな簡単ななんかも本当に学習用に作ったやつとか、あとは消費電力にこだわったやつとかいろいろ書いてあります。こういう感じで、これイーグルっていうやつで書いてるんですけど、まあ、こういう風になってて、コードを書いた結果がなんと直で消費電力に直接直結するプログラミングになってます。 D
電流計で測る、コード変える、電流変える、いける。基本ね、 CPU を使い切ることしかサーバーサイドでは今考えてなくて、もうなんか CPU 余ってんだけど、ちょっともうちょっと IO 多重化しろよみたいなこと言われるんですけど、こういうのはもうとにかく使わないと。はい、もう少しで終わります。はい、簡単なのでいい。自由を手にし、身軽になった体で再びホストコンピューターに出会おう。で、I2C を使えばラズベリーパイも簡単なんですけども、解放されたいと。で、AVI USB デバイスというものを作れます。 VSB っていうソフトウェアで USB をエミュレートするみたいなことができるのを GPU で公開している会社があるんで、それを使います。で、振動するだけのマウスっていうのを作ってみたんで、ちょっとデモしますけど、よいしょ。ああ、こういうふうにブル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 。はい、ありがとうございます。で、これで周辺機器も自由に開発作れるようになって、完全に解放された、おっしゃーって感じなんですけど、まあしかしね、まともな周辺機器をつけるにはやっぱり電子工学の知識が必要なんで、この辺の知識が必要になっており、だいぶローレベルになってきたかなと。まあこれ以上はちょっと厳しいかなと思います。オームの法則とか半導体の仕組みとかですね、まあ、デジタル回路を中心ならあんまり覚えることはないです。で、もうこれもね、実はプログラムの考え方、プログラミングの考え方っていうのを生かすことができて、例えばデータシートを読むっていうのが非常に 大切です。それもそれ以上の情報がないんで、あとはやってみるしかないと。なんで問題の切り分けをして、モジュール化してとか、まあ、とにかくプログラムを書くのとあんまり変わらなくて、物理、ただルールが物理ベースになっただけですね。今までその OS とか CPU とか、なんか人の作ったルールで動いてたのが、今度は自然界を相手にすることになったみたいな感じになってると。これは僕も勉強中なので、まだ完全解放への道のりも遠いなと。続く。まとめです。アームアセンブリおすすめですと。で、次、ラズベリーパイがあるっていうのはいろいろできると。AVI も覚えると夢が広がる。USB デバイスも作れるようになるとさらに夢が広がる。回路設計もできるとさらに夢が広がる。最高ですね。で、電子回路も結構プログラムと同じように学べば学ぶほど身になる分野だと最近感じてて、最近はその個人でハード設計もしやすくて、基板外注したり 3D プリンター作って、なんかハード作ったりっていうのも結構やりやすいんで、なんかこうプログラミング始めた頃のように毎日今日はあれができるようになった、これができるようになったみたいなのが、もしかしたらもう最近そういうのねえなっていう人もいるかもしれないですけど、みたいな人にちょっとおすすめだと思います。ちなみにこれが外注の中国にこの緑色の基板を発注して、で自分で買ってきた部品を載せたやつですね。なんかこういうのが結構すぐできるようになるっていうのはなんかすごいなって思いました。で、まずはラズベリーパイと I2C モジュールから始めてみて、次にオルヌイとかもしくは IVR を直接使うかってやってみて、でもうちょっと欲を出して回路設計とか基板設計とかやると、なんか非常に人生が豊かになるんじゃないかなと思いますので、はい、おすすめです。で、最後に広告です。こういう感じで最近アマチュア無線もやってるんで、はい、よろしくお願いします。はい、以上です。ありがとうございます。